17日に前十字靭帯を負傷してから8日目、韓国の病院で手術することに決めました。家の中ばっかりいてもちょっと暇なんで散歩しに来ました。足の状態はいい感じです。手術当日の朝です。無事に手術終わりました。左足は感覚戻ってきたんですけど、右足がどんどん痛みが膝の方に来てる気がします。松葉杖つこうと思ったらもう立ちくらみがなくて車椅子で連れてってもらいました。あと朝ごはんも全然食べれなかったです。もう一口食べて気持ち悪くなって、術後1日目は結構痛いです。膝は痛くないけど太もものとこが突っ張りがすごい。いや痛いけどいい感じです。7日目、いよいよ退院です。マジで術後1日目とか3日目ぐらいまでめっちゃきつくて、腫れもすごいし膝も重いしって感じでマジで泣きそうになったんですけど、まあ泣いたかもしれんけどでもなんかどん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 やっぱ良くなってって、人間の回復力ってすごいなって思いました。だからいつかは治るんやなと思って、その落ち込む時もあるけど絶対治るから大丈夫って思いました。だからもし今怪我しちゃったとしても大丈夫、治るっていうことを伝えたいです。じゃあ気をつけて寮に帰ります。宿舎に帰ります。電車で長いリハビリお疲れ様。復帰おめでとう。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 これから始まる長いシーズン、頑張れ。怪我に注意。もう一度。あ、いいじゃん。アスナ復帰おめでとう。おめでとうございます。リーグ頑張れ。エスチャンネル、アースリハビリお疲れ様、よく頑張りました。2024年シーズンをファイティング。頑張ってね。